皆さんこんにちは。こちらはジュネスのベーシックを学んでいただけるトレーニングビデオです。今回のテーマは報酬プランの基礎知識です。担当させていただくのはジュネスグローバルの豊田です。それでは早速報酬プランの基礎知識の方に入っていきたいと思います。まず皆さんに知っていただきたいのは一般的な流通とネットワークマーケティングの流通の違いについてです。一般的な流通においては、企業がこういった新聞、雑誌、テレビ、インターネット、こういった媒体に広告を出し、そして自社の製品をアピールします。そして消費者の方がその広告をご覧になり、その製品の良さを知り、ご購入に結びついていきます。そのために企業は広告宣伝費を投入する、そしてその製品をアピールするということを行っています。それと相対するのがこのネットワークマーケティングの世界です。このネットワークマーケティングにおいては、私たちジュネスも同様に、ディストリビューターと呼ばれるビジネスメンバーの皆さんが、ジュネスの製品、そしてジュネスのビジネスの良さを広げていく。その広告宣伝等となる皆さんに報酬としてコミッション、ボーナスをお支払いする。そういった仕組みになっています。ではここからはジュネスのキーワードをもとに皆さんに基礎知識をお話ししていきます。まず最初のキーワード、スマートデリバリーです。このスマートデリバリーというのは毎月の定期配送注文を指しています。そして月に一度のスマートデリバリー日に 60CV 以上のご注文をいただくことでアクティブを維持することができ、皆さんはビジネス活動を継続できます。このスマートデリバリー日というのは皆さんがジュネスに登録をしたお日にちになっています。そしてこちらにもありますジュネスルミネスのセルラーセラム、リザーブ、マインド、リバイタブル、そしてモナビアクティブ、これらの製品は一つ 60CV となっています。またこのスマートデリバリーにはプリペイド、前払いのシステムもご用意しています。このプリペイドスマートデリバリーというのは1ヶ月分から数ヶ月分をまとめてご購入をいただきます。そしてそのポイントを60で割った月数分、皆さんはアクティブを維持することができます。そしてこのプリペイドスマートデリバリーには多くのメリットがあります。お好きな製品の組み合わせでご購入ができること、そしてアクティブ切れの心配がないこと、さらには1回のご注文でまとめてご購入いただくため送料も1回分ということになります。そして6ヶ月分以上まとめてご購入いただきますとギフトもご用意をしています。そのギフトですが、6ヶ月分 360CV でセルラーセラム1本を、そして9ヶ月分 540CV 以上でセルラーセラム1本とモイスチャライザー1本を、そして1年分 720CV 以上のご購入でセルラーセラム2本をプレゼントしています。よってこのプリペイドスマートデリバリーを活用することによって皆さんはよりお得にジュネス製品をご利用いただくことができ、かつお得にビジネスも進められるという、そういった内容になっています。では続いて二つ目のキーワード、アクティブです。このアクティブ、先ほども出てきましたが、毎月のスマートデリバリー日に 60CV 以上のご注文すること。これによって皆さんはアクティブを維持することができます。そしてアクティブを維持することが、ジュネスでビジネスを行っていく最低条件ということになります。ここにカレンダーがありますが、この方は6月の25日にジュネスに登録をされました。そうすると7月25日、8月25日ということで、毎月25日が皆さんのスマートデリバリー日になっていくということになります。そしてこのアクティブが切れてしまうとどうなるのか。皆さんはジュネスでビジネスを行い、ボーナス、コミッションを獲得するにはポイントを累積していきます。このアクティブが切れてしまいますと、ポイントが喪失、貯めていたものが全て喪失してしまうということになってしまいますので、皆さんがビジネスを進めていくためには、毎月必ずアクティブを維持していってください。この喪失してしまったポイントに関しては、1回限りは復元することが可能になっています。ですので、2回以上の喪失にならないように、ご自身のアクティブ状況をチェックしてください。
続きまして、3つ目のキーワード、ポイントです。ジュネスでビジネスをしてボーナスを獲得していくためには、このポイントを累積をしていくことが必要なんですが、そのポイントには3種類あります。まず1つ目、CV、コミッションボリューム。そして2つ目、PGV、パーソナルグループボリューム。そして3つ目、グループボリュームです。この3つの中でも特に1番と2番については、皆さんに知っておいていただきたいものになります。まず1つ目、コミッションボリューム、CV です。この CV というのは、すべての製品に設定されているポイントのことです。こちらにあります、ルミネスのセルラーセラム、リザーブ、マインド、リバイタブル、そしてモナビアクティブは、1つ 60CV というポイントが設定されています。この 60CV、先ほどありましたアクティブの数字にもなります。よって皆さん、そして皆さんのチームのメンバーで製品購入を起こし、そしてこのポイントが累積されていきます。そしてもう一つ、PGV、パーソナルグループボリュームです。この PGV というのは直商会系列組織のポイントのことを指します。よってご自身の組織、チームの参加で発生したポイントの合計ということになります。そしてこの PGV というのは、ジュネスが定期的に行っていますキャッシュプロモーション。このキャッシュプロモーションのボーナス獲得の必要要件ということになりますので、必ずキャッシュプロモーションが行われているときには、そのルールをチェックして、その PGV のルールを確認してください。そしてこの PGV には、アップラインから構成されるスピルオーバーというボリュームは含まれないということになります。このスピルオーバーについては後ほど解説していきます。では続いてのキーワード4つ目、組織図です。ジュネスには2種類の組織図をご用意しています。1つ目が直商会系列組織、そして2つ目がバイナリー系列組織です。この2つの組織のハイブリッド型で皆さんのボーナスを計算していきます。まず1つ目、直商会系列組織です。これは非常に簡単です。まず皆さんご自身がいて、そしてご自身が直接紹介した方々をレベル1と呼びます。ここには A さん、B さん、C さんというビジネスメンバー、そしてお二人のカスタマーの方を登録しています。そして B さんも3名の方をこちらに登録をし、D さんは1名の方を登録を出しています。そして B さんの下の方、この BY さんの下にはさらに紹介した方ということでこちらの方がいます。よってこの直商会系列組織というのはご自身から縦に広がっていく組織図ということになります。またこの直商会系列組織に関してはご自身でどのような形を作ろうということを考える必要はありません。自動的にこの組織図が形成されていきます。そして、続いてですけれども、この直商会系列組織、今お話ししたように自身の紹介から自動的に出来上がる組織図なんです。よって、この A さん、B さん、C さん、そして D さん、紹介をしていけばこのように横に広がっていきます。そして B さんが紹介を出せばこのように。ということで、このように組織図が形成をされていくというもの。この直商会系列組織というのの、計算対象ボーナスというのはマッチングボーナス、そしてメンバーリテンションインセンティブが該当します。そして、もう一つの組織図ですけれども、バイナリー系列組織です。このバイナリー系列組織というのは先ほどの直商会系列組織図とは違って、皆さんご自身がどのように組織図を作っていくのか考えて形成をしていく必要があります。このバイナリー系列組織というのは皆さんがいて、そしてご自身から必ず左または右に広がっていく組織図ということになります。よって先ほどカスタマーの方がオレンジでしたけども、まず左にカスタマーの方を出しました。その後ビジネスメンバーの A さんと B さんを紹介し、そして B さんがこのようにまた紹介を出していっています。そしてこの右側にはこの1番と2番というスピルオーバーが現れました。このスピルオーバーに関しては後ほど解説します。そして右側に C さんと D さんを配列し、そして D さんも1人紹介を出す。必ずご自身から見て左、そして右に伸びていく組織図ということになっています。
そしてこのバイナリー系列組織ですけれども、自身とアップラインからのスピルオーバーにて構築されるもの。そして配置する位置を規定内で選ぶことができます。この規定内というのが先ほどお話ししました。必ず左、必ず右ということにはなっていくんですが、そこにもう一つ規定があり、皆さんにビジネスを進めやすくするための方法があります。それも後ほど解説します。そしてこのバイナリー系列組織図というのは、計算対象ボーナスというのがチームコミッション、サイクルボーナスということになります。では続いてこの先ほどから出てきましたスピルオーバーについて解説をしていきたいと思います。この組織図をもう一度ご覧ください。まずあなたがいます。そしてあなたの右に1番と2番の方がいて、この方がスピルオーバーと呼ばれる方です。このスピルオーバーというのは、あなたのアップラインの方があなたの下に配置したメンバーです。よってあなたがいる、そしてそのアップラインの方がいる。このアップラインの方が紹介をここに出したという形になります。ですのでこれはあなたにとって知らない人である可能性もあるんですが、これらの方からのポイントもあなたにも計上されていく、そういった仕組みになっています。そしてこのポイントというのも先ほどのチームコミッション、サイクルボーナスの計算に使用されていきます。ですがプロモーションの時の PGV にはこのスピルオーバーはカウントしていかないということになりますので、ご注意ください。そしてここで初めて出てきた言葉です。インサイドプレイスメント。先ほどこのバイナリー系列組織図を形成していくためには規定があるということで、必ず左または右に伸びていく組織図とお話ししました。ですがそこにもう一つこのインサイドプレイスメントというルールがあります。このインサイドプレイスメントというのはサファイアエグゼクティブ以上のメンバーのみを対象としています。サファイアエグゼクティブ以上にランクアップをしていただきますと、そのランクに応じてバイナリーの内側に新規配置ができるという仕組みになっています。この組織図を見ますと、この E さんがインサイドプレイスメントということになります。今このこちらの方、あなたがサファイアエグゼクティブ以上だったとき、E さんを登録しようとします。通常は一番左の末端、または一番右の末端ということになります。ですが、サファイア以上の方にだけ認められているインサイドプレイスメントを活用することができ、そうすると、この A さんの内側に E さんを登録するということができます。そうすることによって A さんのビジネスもサポートをすることもできる。またもちろんご自身は左側のボリュームとしてポイントも計上していくことができると、そういったいう仕組みになっています。ではここまでジュネスの報酬プランのための基礎知識を皆さんにお話をさせていただきました。まずこの基礎知識のビデオをご覧いただき頭に入れてください。そしてこの報酬プランの解説ビデオはランクアップ、そして6つの報酬プラン、これらのビデオもご用意しておりますので、そちらもご覧いただき基礎知識を頭に入れてビジネスを進めていってください。